それでは、ノムティの日本史講座。今回は、自由民権運動の展開というところをやっていきたいと思います。えーまあ、前回の動画を見ていただいてから、これを見ていただけるといいのかなっていうところです。はい。それでは、行ってみましょう。 はい、えー、まあ自由民権運動の始まりに関しては、1874年の民選議員設立の憲白書提出っていうところがきっかけだということなんですが、まあ、その後いろいろありまして、ちょっと一旦下火になったりもしながらで、まあ、1877年に、 まあ、再びちょっと自由民権運動が復活してくるとね、ここまでの権威に関しては、まあ前回の動画を見ていただけたらと思うんですけど、この1877年の6月に、まあ立志者の憲白というのが出されて、再び自由民権運動が盛り上がっていくということになりました。同じ年に、西南戦争がもう始まっていたということもありまして、まあ政府としては、いろいろこう、反政府的な活動が、まあいろんなところで、 え、行われる中で、まあ、結構大変なことになっていきます。その、西南戦争を戦っている最中に、明治神で大活躍していた、木戸隆義長州ですね。木戸隆義が亡くなる。さらに、西南戦争を引っ張っていた西郷隆盛が、あー亡くなるということで、西南戦争が終わりまして。続いてですね、え、翌年ですが、清居坂の変というのがあって、 まあ、大久保と道、明治政府を中心的に動かしていた大久保と道がまあ暗殺されるということになりました。えー、この三人、あの、維新三傑とか呼ばれまして、明治政府、明治維新の中心人物だった三人っていうのが、まあ、この期間に立て続けに亡くなるということで、 えこの後、誰が明治政府を中心になって動かしていくのかというようなところで、ちょっとまあ明治政府ずっとね、特に大久保と市道がかなり力持って引っ張ってたんですが、まあその大久保がなくなったことで、ちょっと政府の力が弱るみたいなところがあり、まあそんな中で自由民権運動がまあ再び盛り上がってきましてですね、で反政府運動みたいなところが起こってくる中で政府もちょっと対応、 していかなあかんということになります。まあ、政府としては、1878年の7月に地方三進法というのを制定します。で三進法一つ一つで見ると、この軍区町村編成法、府県会規則、地方税規則というようなものなんですが、えーまあ、簡単に言うとですね、まあ 五箇条の正門で広く会議を起こして番期口論に消すべしと、みんなの意見聞いて、えー、政府やりますよって言っておきながら、まあ、やってないじゃないかっていう批判をずっと、まあ、されてきていたわけで。で、まあ、その中で国会を作る前に、先に、まあ不、不会と見解ですね。不見解ね。まあ、今でいうところの都道府県議会というようなものを先に作り、 地方自治から先やって国会は、まあその地方をまず様子見ながら国会につなげていこうみたいな方針ですね。先に国会作ってその後都道府県会を作るということではないということをまあ考えてこんなことをやっていますで。まあこれをきっかけとして、まあ徐々に民衆の意見を聞いていこうみたいな流れになっていくっていうことになりますが、はい、次に行きたいと思います。 まあ、そんな空気の中でですね、愛心三欠死んでしまった。で、地方の政治をちょっと認めていこう、みたいな中で、大阪で、まあ、愛国者の再興というのが行われます。愛国者一回作ってたんですが、まあ、いろいろありまして、潰れていました。まあ、板垣大輔が政府に戻ったりとか、いろいろあってですね、潰れてたんですけど、再び復活させると。で、 えー、この辺になってくると、従来の士族層に加えて、地主層や都市商工業者も参加してくるというようなことがありますということなんですが、自由民権運動ね、言いながら、まあ民権と言いながら民って言っても、本当の意味での民、民がね、すべての民が参加していたわけではなかったと、最初のね、自由民権運動は。えー、まあ、本来、江戸時代に権利を持っていた士族が権利をこう奪われていく中で、 もう一回士族の権利を復活させようっていうところから自由民権運動は始まっていたんですが、まあ、ここで地主とか都市商工業者が加わってくるのはなんでかって言うたら、もちろんそういう日本全国的な自由民権運動の盛り上がりっていうのもあるんですけども、まあこういう人たち、地主や都市商工業者、まあ特に要するにお金持ちなんですよね。地主については、まあ地租改正というので、まあ主に 税を払っているのは土地を持っている人。で、地主層っていうのは、たくさんの地層を払う、えことになっておりまして。でまあ、彼らからすると、自分たちが払った税金を、まあ、どう使うのか、えいうところで、まあ、明治政府に対して、ちょっと自分たちの意見も、ちゃんと言わせてくれよっていうところで、住民権運動の盛り上がりにつれてですね、あ、自分たちもそういう、こう、政治に対して、え意見を言っていいんだ。 意見を言わないといけないんだっていうようなところで、まあ、こういう人たちが、住民議能に参加してくることになります。はい。で、えー、愛国者という名前だったんですけれども、愛国者だとちょっとね、国を愛する結社ということになるわけですが、ふわっとしてる。よくわからない。で、そこで名前をもうわかりやすく変えます。ね、えー、目的をはっきりさせようっていうことですね。で、1880年の3月に、 国会規制同盟というふうに名前が変わる。これはあ、国会というものを期日を設けて成立させる同盟ですよ、ということで。で、明治政府としては、1875年の段階でね、全自立憲政体樹立の見事乗りというのを出しておりまして、まあ、憲法を作って、まあ、政治体制を徐々に整えていきますよ、というような宣言自体は1875年には言ってるんですが、 まあ、いつやねんと結局、そこがわからない。ね。はっきり、期日を設けて成立させようじゃないかっていうところで、えー、まあそういう同盟を作ったっていうことになりますね。はい。で、翌月には、えー、国会解説の請願書というね、ものを、まあ集めまして、署名を、たくさんの署名を集めて提出。ただ政府はこれを受け取りません。 で、えー、さらに政府の対応としてはあ、そういう盛り上がりに対して集会条例というものを出しまして、まあこういう活動をしていこうっていうことで演説会などをね、やっている人たちに対して、まあそういう政治的な演説会は禁止というような弾圧をやり始めます。まあ、前回の動画でもそんな話をしたんですけれども、政府としては、国としては考えてますと。 ね、全自立権政体樹立の見事に、徐々にやっていくって考えてるから、上が考えてるから、下のものは黙っとけという、まあそういうような方針があって、え、まあ民主は、まあそういう上が考えて、出来上がったものを受け取る側っていう感じで、君たちが活動してね、まあ政府に意見を言うというようなことはやめなさいと、まあそういう基本的な方針みたいなのがあるので、だからこういう民主活動に関しては弾圧していくっていうところがあります。 今回の動画の一番最初に出した、えっ、ー、と、なんか、演説してるおっちゃんを警察官がこう止めようとしてるみたいなね。ああいうイラストが、集会条例によって弾圧される演説会を描いたものだということですね。はい。で、まあそういう政府の弾圧に対して、えー、小政同盟は11月に第2回大会を開催し、そして、えー、まあ自分たちで憲法草案を作ろうじゃないかと。 いうようなね。まあ、そんなことをやって、運動はさらに、ま、盛り上がりを見せていく。まあ、弾圧されながらですけども、運動は盛り上がっていくということになります。で、そんな中でですね、1881年に、ちょっと大きな事件が起こります。これですね、開拓紙勧誘物払い下げ事件というものです。 ま、明治になってね、北海道の開拓というのをう進めていこうということで、まあ、江戸時代はあまり北海道に関しては江戸幕府は積極的な開拓っていうのはしてなくて、松前藩という藩にも丸投げしているような状態で、で松前藩も北海道の開拓というのは全然やってなくて、えー、アイヌからいかに うまく絞り取るか、みたいなね、政策をとっていただけでしたので、まあ、ただ明治になってから、やっぱそれであかんやろうということで、北海道の開拓っていうのを進めていくことになります。まあ、ただ明治14年ですね、あの、明治始まってしばらくから北海道開拓誌っていうのを作って、で、税金を投入して、まあ、北海道の開拓であったりとか、まあそこに建物を建てたり、工場を建てたり、 北海道で産業を起こすというようなところでね、税金使いながら、北海道の開拓を進めていったわけだけれども、ただですね、この時期には明治政府ってすごくもうちょっとお金がなくて困ってます。というのも、えー、まあ、1874年の台湾出兵であるとか、え1877年の西南戦争ですね。まあそういうあたりでたくさんのお金を使ってしまいまして、もうお金ないと。 で、じゃあ北海道の開拓市はどうだったのかと。開拓市所有のね、そういう工場とか、まあどうやったのかっていうと、やっぱあんまうまくいってなくて、えー、まあ毎年のようにちょっと赤字を出してしまっている。で、まあ赤字を出してるそういう工場とかをもう政府が手放して民間企業に払い下げて、あとはもう民間でやってくださいと。 で、えー、赤字を止めるっていうようなところでね、ま、あこの考え方自体は別に間違っていないと思うし、実はあの、この1881年、まあ、この80年代に入った時に、まあ、やっぱり政府、さっき言ったようにお金がないし、えー、なんとか税金をこうね、えぇ、ー、まあ、無駄遣いしないようにというようなことを考えて、もう手放せるね、えー、国営企業というのを民営化していこうというのはしてるんですね。で、まあ、 国有企業の民営化っていうのは別に最近でもずっとやってることで、えー、例えば、まあ、国鉄だったものが JR になったりとか、小泉さんの時には郵政民営化っていうのがえらい問題にというか大きな政治的な話題になりましたけれども、まあ、えー、郵便のね、事業をまあ民営化するとか。 いうところで、まあ、あの、国が持ってた、経営していた会社を民間企業に払い下げる。民間企業に任すっていうこと自体は、今でも、まあ、あ考えてやってたりすることなんですよね。で、この時期に、その、北海道の開拓し、ね、払い下げようということ自体は、まあ、そんなに間違ってないかなと、まあ、赤字出してる企業払い下げるね、いうことやったんですけども、ただこの払い下げられ方がちょっと問題になったと。 はい。ちょっと、前振り長なりましたけど、具体的に見ていくとですね、えー、薩摩藩出身で、まあ、この時、開拓誌の長官をやっていたのが、黒田清隆さんという人でしたが、まあ、この人は、あの、母親戦争の時に、函館の五稜郭のね、江本武明を攻めた時の、まあ、隊長をやってた人ですね。はい。この黒田清隆が北海道開拓誌の長官やってたんですけども、この黒田清隆が、開拓誌が持っているものを、 同じ薩摩出身の五代友厚という人たちが設立した関西貿易者などにと、えー、他にも何個かあったみたいなんですけど、まあ、主にこの五代友厚の関西貿易者などに、まあ、払い下げを図ると。ところが、その値段がまあ安すぎるということですねで。ちょっと具体的な数字出してみるとですね、まあ、明治政府が始まってからここに至るまで1470万円、 かけて作った勧誘物、まあ、国のね、建物であったり、工場であったり、そういうものを、えー、5代ともあに売るときに、38万円で、まあ、利子なし、利息なしで30年の分割払いで売却するというね、えー、いうことを決めたわけですよ。 で、この1470万円とか38万円とかね、これがどのぐらいのものなのか今に換算するとっていうことなんですけど、えっと、この明治14年の時の日本政府の歳入、まあ、税収入ですね、の総額が7149万円だったそうで、ですので国家予算の5分の1ぐらいの金額に当たる まあ今までそういう、それだけのお金をかけて作ってきたものを、まあものすごい安い38万円、しかも利子なしで30年ローンっていうね、まあそんなもので売るというところでひどいなっていう話なんですよね。で、ただでさえ政府としてはお金がないから、まあ払い下げなあかんっていう時に、まあ国の税金、まあみんなから払ってもらった税金を、そんな使い方をするのか 売るんだったら売るで、もっとちゃんとお金を取らないといけないし、まあ、利息も取らないといけないしっていうところだったんですけれども、はい、という流れの中で世論が薩摩長州中心の反発政府を非難するということになって、また明治政府批判が高まります。で、これに関しては、まあなんでかって言ったらそれはそうですね。もう薩摩同士で、みんなが一生懸命働いて払った税金を、あの、自分の友達にものすごい 安い値段で利益を与えてしまうというようなところでですね、これおかしいじゃないかと。ね、やっぱり国会とかがあって、いろんな人が集まってきた国会があって、みんなで見て、正しい税金の使い方をしないといけないんだけど、今の政府は、薩摩、長州のお友達だけの、まあ、得するような政府になっているというような形で、税金の使い方おかしいやろうっていうところですよね。 で、これに関しては実は政府内部でも反対があって、この時大倉卿というのをやっていた大隈茂信ですね。えー、大倉卿というのはまあ税金を扱う、まあ、大倉省ですから、まあ、今でいう財務省ですね。で、そこの代表だった大隈茂信も、これに関しては反対しています。大隈茂信はこの時、まあ苦労してるわけですよ。やっぱり西南戦争とかでお金を使いすぎて、政府としてはお金がないと。 いう中で、まあ、いろんな、でも、なんとか賞から、うちにこんだけ予算つけてくれ、お金をくれっていうのを言われて、でもお金ないねんっていう中で、まあ、苦労してやりくりしているわけですよね。もし、この、 開拓し、勧誘物。まあ、払い下げること自体は、ま、いいと思うんだけど、払い下げるときに、38万円とかじゃなくて、もっと大きな金額をね、政府に対して払ってくれるんだったら、そのお金をまた別のところでお金としてね、予算つけれますので、えー、まあ、安すぎるやろうという、しかも利子なしで30年ってことはね、1年あたり30年間かけて1年あたりに払うお金って1万円ちょっとですからね。そんなんで、えー、売るのはおかしいと。 政府側の人間である大隈茂信も政府内でこう反対していたわけです。ただですね、あのー、この大隈は政府内でこう反対はしていた、そういう人もいたっていうことやねんけど、なぜこれが、こんな細かい数字がですね、えー、新聞に伝わったかです。世論にこう伝わったのかなんですよ。問題はね。まあ、こんなに細かい数字、1470万円かけて作ったものが38万円、30年ローンで、とかって、 え、利子なしでとかっていう、こういう細かい話が、なぜ知られたのか。今は、こういう結構税金をどう使うかとかっていうことはですね、ちゃんと情報として国民に知らせないといけないみたいなルールがありますけれども、この当時そんなんないんですよね。だから、国民が普通に考えたらこんな細かい数字は知りようがなかったんだけど、これが新聞に流れて、えー、みんなに知れ渡った。で、なんでやっていうところで、 これは、まあ、大隈茂信が反対してた。つまり彼が、あの、その情報をですね、つぶ、これを潰したかったから、新聞社に、まあ、漏らしたんじゃないかということになるわけですよ。ということで、大隈茂信が、まあ、政府内部情報を、まあ、新聞にリークしたということになりまして、で、これを大熊が関与したと考えた伊藤博文、政府の中心人物ですね。 えー、まあ、これはもう、そういう奴が政府にいては困るということで、えー、大熊を辞めさせるっていうことを考えます。で、最終的には天皇までを動かしまして、大隈重信が辞めざるを得ないということで、辞めることになりますで。これを明治14年の政変と呼んでおりまして、あのー、聖冠論の時に明治6年の政変っていうのがあって、あの時は、 最後高森とか板垣大きが政府辞めましたけど、今度は伊藤博文対大熊重信の戦いみたいなのがあって、えー、伊藤が大熊を政府から追放すると。まあそういうことがあって、まあこれを明治14年の政変と言います。ただですね、まあこんな大熊重信は民間の、まあ、味方というか、 国民の気持ちに立って、そんな薩摩徴収だけが美味しい思いをする政府はおかしいし税金ちゃんと使わなあかんっていうところで、まあ本当にリークしたかどうかは実はちょっとわからないみたいなんですが、まあ国民からしたら、その大熊が辞めさせられて、そして長州の伊藤博文が政治を牛耳る。それだともう収まりませんのでですね、反対運動むちゃくちゃ激しくなりそうなもんですが、政府としてはどう対応したかというところで、 まずですね、開拓して勧誘物の払い下げを中心にしました。そして、国会開設の直輸というものを出して、はっきりと期限を決めます。1890年に国会を開設しますということを公約します。で、これ直輸なんで、天皇が出すものなので、明治天皇の名前で1890年にはちゃんと国会を開設しますと。 前の全自立権政体樹立の見言りでは、いつっていうのがはっきりされてなかったんだけど、ここでついに期限が決められました。でこれもう天皇が言ってることなんで、天皇が嘘つくってことはありえないから、絶対1890年には国会が開くんだということが確定されたっていうことになりますね。ただ、ちょっと遅ないかと今の感覚からすると思うとこもあります。明治14年、 1881年ですから、まあ、約10年後ですね。10年後の国会開設なんでそんな時間かかんねんということなんですけど。えー、まあ実はこの時まだ憲法がないんですよね。だから憲法で、まず憲法を作らなかった。で、国会ってどういうものにするのかとかいうのを決めた上で、えー、いろんな細かいとこを決めてから、えー、国会開設なんで、まあ、10年かかるっていうことですね。 はい。で、ちょっと遅いような、今の感覚からするとだいぶ遅いような気もするんですが、まあ、えっ、ー、と、結構これに関しては当時の人は、あ、ちゃんと本当に国会が開かれるんだということで、まあ、喜んだようです。はい。で、えー、ただここで政府側の思惑と、まあ、住民権運動をやってた人たちの思惑はずれます。政府としては、国会を作るとは約束したけれども、まあ、どんな国会にするかとか、あどれぐらい国民にこう、権利を与えるかですね。それはまあ、 約束はしてないので、政府は、えー、まあ、天皇の力が強い立憲君主制、ね、いうのを目指して準備を始める。それに対して自由民権運動をしていた人たちは、まあ、自分たちの権利をね、獲得していく。まあ、まさに自由民権やから民主主義の国を作るんだ、みたいな感じで、まあ、10年後の国会開設ちょっと、 遅いけど、まあ、ちょうどいい準備期間やということで政党を作って、何やったらもう自分たちで憲法まで作ったれということで憲法草案なんかを考えてですね、まあ、そんなやって、えー、まあ、活動を活発化させていくっていうことになります。はい、というところで、1881年の明治14年の政変。 から、え1890年の国会開設に向けて、この後のこの流れっていうのが、また色々と盛り上がって大変なことになっていくんですが、それに関してはまたちょっと次の動画でまとめて話をしたいかなと思います。なおですね、ちょっと最後に、あの、ま、話を一応しておきたいなと思うのは、 これ基本的に自分が習った時とか、もうかなり五代友厚は悪者にされておってですね、黒崎お高から五代友厚がこのね、開拓し加入物払い下げで、お友達でものすごいこう利益をもらってね、ずるいと。や悪いやつやと。ね、いうことで習ってたんですけども、ま、五代友厚、最近ちょっとね、あの、テレビドラマとかでこう注目されてね、東のね、渋沢、西の五代なんて、大阪をね、こう、 一旦江戸時代に盛り上がっていた大阪が天下の台所だった大阪がちょっと明治になって中心が東京に移るっていうところで力を失った大阪をね、こう復活させた五代様やということで取り上げられるようにもなっていったんですけどもあの五代友厚が開拓して誘物払い下げの時ね叩かれるんですけど、うん、実はまあやっぱりその安すぎるやろ。 まあ思うとこもあんねんけど、開拓史の勧誘物払い下げ38万円30年ローンね、安すぎるんですが、やっぱりかけたお金に対して考えると、ただ、その明治14年の時点で、ほとんどその開拓史勧誘物、もう利益出てない赤字なんですね、いくらお金かけて作ったところで、赤字の国営企業を、 まあ、引き受けると。ね、普通に考えたら、もう、そんなお荷物みたいなものをね、38万円で30年ローン無利息でも、もう、それでも、まあ、政府としては、もう、もらってもらえるだけありがたいという、まあ、そういうぐらいの、ひどいものを再建してあげようとしてたんだという、まあ、五代三側のね、弁解はあるみたいなんですよね。 うん、だから、ま、そ、そんな他の誰もが欲しがらへんよと、売りに出したところでっていうところを、ま、黒田が売ったんやというような話もあるみたいで、まあ、なんか一概に5代3悪いやつやというふうに叩くのも良くないのかなというふうに、最近は私はちょっと思ったりもしております。はい。まあ、ということで、今回はここで終わりにしたいと思います。 が、ま、次回の動画では、その、明治14年から、ま、国会開設ぐらいまでお話できたらいいかな、というところで、はい。今日はこれで終わりたいと思います。